どうもピアニストの長嶋達也です今日はとっても嬉しいニュースがあるので朝早くから動画を撮っています、えー、昨日の日本時間の夜から、えー、明け方にかけてフランスのパリでロンティボー国際ピアノコンクールのファイナルが行われていましたそこで競い合った6名のファイナリストの中からなんと亀井正也さんが1位として選ばれ優勝しました本当におめでとうございます 実は、韓国の22歳のピアニスト、えー、パデレフスキー国際コンクールでも優勝している、イーヒョクさんも1位を同時に与えられました。でも、亀井さんは1位だけでなく、えー、プレス賞、そして監修賞ももらっています。ファイナルでは、えー、ほとんどの人がチャイコフスキーの競争曲1番を弾いていました。えー、3人弾いてましたね。 で、他の3人が違う曲を弾いたんですけれども、亀井さんがサン・サンスの5番のエジプト風と呼ばれる有名な競争曲を弾いています。そして、えー、イヒョクさんがプロコフィエフの2番、これラフマニオフの3番のようにめちゃくちゃ難しい曲です。これを弾きました。えー、この選曲は僕セミファイナルでも、あの、思って動画でも言ってるんですけれども、もう選曲勝ちですね。他の人たちがみんな、 ロマン派系統の競争曲をあの選んでいるでこのプロコフィエフの2番はただ単にそういうロマン派系統の王道のピアノコンチェルトと全然違う異質のコンチェルトがあるだけでなく僕個人的にプロコフィエフの3番は自分の生徒にコンチェルトのファイナルに進めませんその理由がピアニストとしての見せ場がなんか限られてる気がするんですよね そのもう素晴らしい曲ですよ間違いなく名曲中の名曲ですただピアニストの立場として人に見てもらう他の人と比べられる時に自分が自分の良さを見せられるところが見せられる種類が限られてしまうような気がしますその点この2番のコンチェルトはさまざまな面でえー、監修なり審査員なりに自分の良さをいろいろな違う面で見せられるっていう内容の曲だと思います これはもう間違いなく、もう選曲勝ちです。作戦勝ちです。そしてもう一人違う曲を選んだのが、イーミン・ゴーさん。彼はラフマニノフの3番のコンチェルトを弾いていました。セミファイナルで、えー、6人の演奏を聴いた時に僕が頭の中で順位をつけたのが、まず亀井さんがダントツだと思いました。亀井さんは、えー、とっても、なんていうかな、ミスタッチも少ない、 えー、テクニックにも問題がない本当にプロフェッショナルなまとめられた演奏をしていましたその点で言うとアメリカのマイケル・デイビッドソンさんも同じような感じがしました亀井さんはその完璧さの上にすごく音楽性と訴えてくるものがあるそれからステージプレゼンスがとてもいいので えー、彼はもう僕の中ではこの6人の中では一番良かったと思っていました、えー、次に僕がいいなと思っていたのがマイケル・デイビッドソンさん、えー、デイビッドソンさんは、えー、一風ドライっぽいあの演奏をしてるんですけれどもやはりプロフェッショナルで訴える力があってかまいさんとは全く違った意味でたくさん、えー、音色や 音楽性の見せ場を持っていいる素晴らししピアニストだと思いましたもう一人僕が目をつけていた人がイーヒョク君イーヒョク君は、えー、どういうふうに評価していいのかなってちょっと困ってしてしまった人ですなぜならイーヒョク君の、えー、音楽作りピアニストとしてのタイプが他の5人と全然違っていたので、えー、評価するのが難しかったです そして、えー、さっきも言ったようにこのプロコフィエフの2番を選んだっていうことで僕はダークホース的な存在だと思っていましたこの人のそのプロコフィエフの2番の演奏によってはどうにでも転がるなって思っていましたそしてファイナルの、えー、プロコフィエフの2番の演奏を聞いてあこの子めちゃくちゃチャンスあるなって思いましたファイナルも聞いた後に えー、亀井さん素晴らしししい演奏してましたね、えー、サン・サンスのコンチェルトの5番もうきらめくようなタッチと、えー、すごく速いテンポでのねあサン・サンスってねすごく、えー、メンデルスンって速いパッセージがたくさんあってキラキラと光るような書かれ方してるんですけどサン・サンスの場合はもっとなんていうのかな、えー、まあ2人ともロマン派だけどもっとロマン的に書かれた。 えー、作風ですだから亀井さん独特の歌うところや、えー、亀井さんのテクニックを見せつけるところが存分に味わえた本当に素晴らしい演奏でサン・サンスの演奏を聴いてあ彼勝つなって僕は思っていましたでイ・ヒョクさんの演奏も聴いてイ・ヒョクさんが2番かなって僕は思いましたマイケル・デビッドソンさんもものすごく素晴らしいチャイコフスキーを演奏しました ただ、亀井さんと伊クさんがね、すごく強烈だったんで、僕はマイケルさんは2位か3位じゃないかなと思いましたね。1位はもう亀井さんだと思いました。で、2位と3位が伊クさんと、えー、マイケル・デイビッドソンさんで争われるんじゃないかなと思いました、えー。その他のピアニストもみんな、重りさんもとっても、えー、情熱的なチャイコフスキーを披露してくれましたし、えー、みんな素晴らしい演奏をされていました。 亀井さんは去年マリア・カナルス国際コンクールで2位を取ってます。このスペインで行われた国際コンクールが彼にとっての初めての国際コンクールだったと思います。それで2位を取ってます。そしてその次に受けたのがヴァンクライバン国際コンクール。これではセミファイナルまで、ね、進んでます。バンクライバン国際コンクールは、えー、ロン・ティボーとか マリア・カナルスで優勝する人たちが、上位入賞する人たちが競うようなものすごく大きいコンクールなので、セミファイナルに進めたっただけでもうものすごいことです。だけど、その上に僕は彼がファイナルに残らなかったのがおかしいなって個人的にずっと思っていました。そして今回3回目にチャレンジしたこのロンティボー国際コンクール。今度は 優勝しました。本当にすごい快挙だと思います。もう日本ではね、すでに大活躍されていますけれども、これを機に、ますます日本のみならず、国際的に活動ができるようになるといいなと思っています。今日はこんな感じです。今日もご視聴ありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたら、高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。さよなら。